ヒロキーちゃんもすごい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 、あえて教えません、どっちやねん、それ当たってるってこと。サンタアナミチさん、花束ありがとうございます。では船長さん、ハートありがとうございます。竹広さん、なんだっけ、青いお花ありがとうございます。トクリンさん、プニプニハートありがとうございます。花びらもありがとうございます。今日は服が可愛い、写真撮る気ない今日。今日撮る気ない、すごい。でもやっぱ当たらなそうだね。今日ミッションコンプリートだよ、めちゃめちゃコンプリート。あー、履修登録、あれ1年生、大学1年生だっけ、何年生だ。船長さん、ハートありがとうございます。竹広さん、だるまありがとうございます。ハートもありがとうございます。かっちゃんさんにはありがとうございます。ひらがなキャスターさん、お花、青い花ありがとうございます。伊藤さとしさん、綺麗だよありがとうございます。たんべまーぼーさんも綺麗でありがとうございます。メイクしたら、でも写真なんかね撮りたくないんですよって言ったらアイドルとしてダメなんですけど、なんか自分の顔面と向き合いたくない。神奈川外れた、残念だ。ネモヒラっていうの、ネモヒラ絶対覚えれんから覚えんとこ。なになに、今日初めてだ授業、大学で初めて、あ、そういうこと、1年生ずっとリモートじゃったけん、やっと初めて登校したみたいな感じ。どうやった、どうやった、大学キャンパスは。サンタナミチさん、ハートありがとうございます。田所さんもハートありがとうございます。ぼっちゃん、ぼっちゃんレインボースターありがとうございます。その自分の顔向き合いたくないからなるべく撮らないっていう。そう、どうやった、なんが人多すぎて、人、あ、大きい大学なんだ、大きい、わかんないけど、あの子と連番するよん、わかったよん、楽しみだよん。仲良しかよ、私も入れてほしいよ、その仲いい輪にさ、その二人の間に私入りたい。リンさんに、なんでリンさんに怒られるの。お話し会の再販始まったで、始まったでらしいですよ。始まったんですか、お話し会再販始まったんですか、皆さん本当ですか、それは。本当、本当、本当。京都正弘さん、桜の花びらありがとうございます。知らんよ、なんもだってお知らせ来てないもん。本当だよ、みんなカモンヌ。お話し会、じゃあお話し会待ってますでしょ、待ってます、待って安いになっちゃった、待ってます、よいしょ、待ってます。いや基本こういうのってね、大体知らされないです、いつから開始とか自分らで調べてるって感じかな。田所さん、ハートありがとうございます。でこのさ AKB のやつってどうやってもらえるの、なんかマスコット、なんか今日さ AKB48 のなんか日、なんかあれなんでしょ、なんかそういうのがもらえる日なんでしょ、あんまよく分かってないんだけどさ。壁写撮ってきた、あの超漏れてないやつ。超漏れてないやつだけど、アバター、そう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 、何、予定枚数オーバーしたので話すネタ考えといてください。舞台のこといっぱい話せるでしょ、一定時間、あ、そうなんだ、あ、じゃあ全然すぐ受け取れるんだ、なるほど。伊藤さとしさん、タコさんありがとうございます。にゃんきちさん、桜の花びらありがとうございます。視聴するだけでもらえるんだ、すぐもらえちゃうね。お、フラガール、あれだね、ズッキーさんとかひなちまさんとか、あと安田愛理さんとか出てるやつだね。
今日受け取るのも今日中に受け取らにゃわんの？そうなの？どうやって受け取るんだろう。もらえた。お、ほんとやほんとや。ね、ひなちまさんかわいい。あ、受け取りは大丈夫なの？今日さ髪ボッサーだからちょっとあんまりあれ本当にいいな。フラガーなんか舞台とかさ見に行ってみたい。宝塚見てみたいな。私歯磨き粉を買ったよ。買ったけど買うためにドラッグストアに行っちゃったでね、ドラッグストアに行ってね、化粧水と乳液とね、何買ったっけ、そう、化粧水と乳液とね、何買ったんでしたっけね、と歯磨き粉とね、なんかめっちゃ散財しちゃった。なんかね結構な額いっちゃってショック受けた。うん、やーみさんハートありがとうございます。進撃のブリントさん、進撃がついてる、なんだっけ、ネモフィラ、ありがとうございます。そう、買いたかったやつがあってと思って買っちゃった。電子マネーはね、ペイペイはね入れてます。でもあんまり使わないです。違うんですよ、私が欲しい歯磨き粉はドラッグストアに行かなきゃ売ってないんですよ。何でもいいってわけじゃないんですよ、歯磨き粉ちゃんとこだわりこだわりがあるのさ。ケミストリーユーさん、桜の花びらありがとうございます。レインボーさんもありがとうございます。これあれだね、みんな同じアバターになってるから難しくなってきたぞとしのりさん、プニプニハートありがとうございます。鳥海浩二さん、ハートありがとうございます。たけるさん、レインボースターありがとうございます。ゆきなってやめないさん、プニプニハートありがとうございます。わー、たくさんありがとうございます。あきひろさん、だるまありがとうございます。待って、追いつけないけんさん、桜の花びらありがとうございます。わお、4名でない方、お、そのままいけよさん、綺麗でありがとうございます。こうへいさん、レインボースターありがとうございます。キラリンビームさん、桜の花びらありがとうございます。きなじいさん、プニプニハートありがとうございます。お話し会楽しみやわ。ほんまやな、何喋る？マイナンバーカード多分あるんじゃない？マイナンバーカード、何？マイナンバーカード多分どっかにあるよ噛んじゃった。こんばんは。今日みんなどうしたって何？今日なんかみんななんかある、なんかどうしたどうかしてるの今日なんなんですか？え、今日なんかいつもと違うんですか？ユナジンさん、プニプニハートありがとうございます。何話したらいい？話したいことを話してくれたらよき。熊本から、あ、前乗り的な？あ、ギフトが、確かにみんなありがとう、ありがとうございます、感謝しておりますミヤッヒーさん、レインボースターありがとうございます。タンベマーボーさん、プニプニハートありがとうございます。幼稚園から、私の幼稚園からだともう1日かかるよ。今日素朴。まあね、あのね、ステージ終わってね、メイク手抜きになってるからね超手抜き。熊本に友達いるの強。やばいやばい、ちょっとそのな、やめてよ投げやり、勝手にお話ししてくれればって、ちょっと一応考えといてよ、何喋るか。私も喋れるけどさ、さすが全部投げやりは困っちまうぜすっぴんじゃありません。目の出来もまだ治っとらん。うん、肌はね休めてないでもね、久しぶりにファンデーション、あのいつも BB クリームで済ましてるんだけど、ファンデーションをね舞台で使った、久しぶりに。地元宮崎、うわいいね。
話続くかな、喋ること考えといて。チュンチュンさんハートありがとうございます。ドルマもありがとうございます。のりあきさん、のりまきさんだったのね。私ここちょうどねコメント欄のとこが携帯バキバキに割れてるから、まがねアニメと。レインボースターありがとうございます。タメマーボーさんかありがとうございます。いぶきさん、やーみさん、レインボースターありがとうございます。しっぽさん綺麗でありがとうございます。チュンチュンさん桜の花びらありがとうございます。なに、とりあえずチョリースって入ってちょっと人違いですって言っちゃうかもすいません多分間違えてると思いますって言うね多分。茨城どうでしょうね、まあ、茨城当たっても当たらなくても話はできますかね。瀬戸利を教えれないけどそのさ、みんなの言うさ事故ったの定義が知りたい。基盤ってなん、基盤、基盤ってなんじゃ。としのりさんピンクのだるまありがとうございます。伊藤さとしさん花びらありがとうございます。わかるっていう、え、でも名前はわかる。顔はどうかな、顔を覚えてるかな、みんなのこと。おひさカラオケ配信、カラオケ配信なかなかしてないもんね。何も言葉が出ないのが事故なの。ももっぴさんハートありがとうございます。私ねやっとね部屋が片付いてきました。なんかそうちょっといろいろあってね、いろんなねものが届いて、それを片付けなきゃいけなくて、ちょっとわーってしてたんですよ。今日用事も昨日今日とやっと片付いてきたのでね、明日からドボンをできたらなと。あ、またおります。そうニックネーム名前見たらわかるよ、名前見たら。元気な大人面ってどういうこと、それ大丈夫そう。元気な大人面ってみんな元気やで。ひろきさんレインボースターありがとうございます。学校はね行く行く、学校も行く。大学どんくらい行くんだ、わかんない、まだあんま分かってないこんばんは。みんなでもお話し会待ってます。もうこん来てくれないと後悔するぜっていう感じで行きたいと思いますだってさ直接でも顔はさ、ほら直接会えてる人がさマジのマジで少なすぎますから。私そう、しかも感覚がねほら空いてますから、どうでしょう。優等生感ある服でもこれ多分もう一生着ないで舞台はでもほらなかなか顔までパチンって、だってもともとが分かんなかったらあれじゃんか今日ねこのブラウスだけ着てたんだけど、そうなんかあれかなと思って上にピッて来た、さっきドーラさんかわいい、ありがとうございます。レミね絶対私の服なんていらないよ、ダサいもん私の服。あきひろさん、タンベマーボーさん、ネモフィラありがとうございます。人見知り克服したら行く、それいつん、いつ、なんなら私とお話し会今回来て克服しちゃえばいいんじゃない。納豆、私納豆好きだよ、納豆ね、納豆好きになった、昔嫌いじゃったけど
納豆好き。田所さんハートありがとうございます。伊藤さとしさんニアありがとうございます。つっちーさん桜の花びらありがとうございます。納豆キムチ、納豆キムチは食べてないけどとね食べてないけど、最近はサラダチキン、パセリ大好き。もうパセリ私 大好物はちょっと違うな、好物なので、なんかお弁当に入っててみんないらないって言ったらいつももらってた。そう、アンドゥさんかわいい、ありがとうございます。日立ってさ、日立市とさ日立中市なんかない？違いが分かんない。抹茶好き好き、お抹茶好きです。私ももっぴさん、ピンクのだるまさんありがとうございます。ブロッコリーよりね、ブロッコリーも好きだけどね、パセリ好き。日立製作所がわからん私。筑波市、筑波市、筑波大、筑波大学ってさめっちゃ頭いいとこじゃない違う、あと筑波大ってめっちゃ頭いいとこですよね確か。外れちゃった、あーどんまいどんまい。でもみんな外れてるもんね、しょうがないだ、倍率が高い。なんかさ、神奈川とかさあれとかって配信ってあるの？どうなんだ、だってさ1公演しかないじゃん、配信とかあればいいのに、あるのかな、どうなんだろう。ケンさんハートありがとうございます。筑波は偏差値高すぎ、やっぱ高いよね、なんか高いイメージある。足が速いの筑波大学、17ライブプレゼン、17ライブさんだから、あ、そうなの、あるのかな、あるといいね。しっぽさん、ピンクのくまちゃんありがとうございます。ちょっとカメラ遠い、ありがとうございます。あると思うよ、そうなのかな、どうなんだろう。茨城はあったら気がする、その気持ちが大事。あるのかな、あるといいね。まあ確かに直接ね、確かに確かに。クマさんポーズキノジンさんプニプニハートありがとうございます。キラリンビームさんハートありがとうございます。筑波台ね、頭よさげだよね、無理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 、もう無理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 、もう絶対受けてもね受かんないさなんかそうそう、なんかさほらさ、模試とかでさ、なんか志望校10個ぐらい入れる時あるじゃない、あれでさこうノリでさほらね、みんな入れるでしょ、なんか東大とか京大、ノリで入れないね、やっぱりさ客席半分しか入れないのかな。筑波大いっぱいいる、マジ天才かよ。醤油取ってっていうね、ね、確か私もよくさ、私こういう袖がさポワンってなった服が多いからさ、危ないとかめっちゃよく言われる、本当にめっちゃ言われるんだ。客数削減か、やっぱこれどうなんだろうね。 JAXA に行って宇宙飛行士目指そう、それがいいそれがいいね、確かに確かに。そう全部あず、うわそれはショックだね、ショックだ。
ケミストリーユーさん綺麗だよ、ありがとうございます。ね、前髪切りたいんですよね、どう思いますか。あ、舞台ありがとうございます。そんな褒めていただいたから、もうありがとうございます。褒めていただいて幸せです。こんなに私自分のスタイル褒められると思ってなかった、ありがとうございます半分だったら600人だったら狭きもんですね。ね、そっか、そうだよね。なんか大阪がなんか今やばいんじゃもんね。まん延防止？略してってこと？銀河劇場はさ、何人入ってたんだっけね、確か。4倍。え、そのさ、マンボウって何の、どういう略詞ですか。まん延防止策ってことの略詞。わきぴぴぴょんちーさん、ぷにぷにハートありがとうございます。通天閣どことなく JD 感強い。でも今日ちょっとさ、なんかあの今日ちょっとすごい芋っぽい自分って思った。でももう諦めた、なんでだろう。ちょっとマジ前髪切ります。今日ダメだな顔。わかんない、初めて聞いた私。略さないんだ。あんま言いません。でも今日ほんと前髪がね、ダメでね、ダメなんですよ。え、全部当選したの？すごくない？ベニーモタルトにしちゃもうちょっとベニーモタルト濃いと思うよ。え、全然ほぼすっぴんじゃない、ちゃんとメイクしてる。ただなんかなんかキラキラとかなんかステージメイクとは違う、マスカラとかのなんていうんですか、手抜き感。あ、そう、当たると信じていよう皆さん。再販を増やすことここに使ってもいいですか。待ってるよ、待ってるよ、待ってます。みんなお話し会、なんかお話し会待ってるよみんな。外れた、外れてない方も外れた方も喋ろうねみんな。ごめん先生さん、ハートありがとうございます。若潮さん、ハートありがとうございます。ゆきなも、ゆきなレッスンも始まるの？なんのなんの？神奈川はまだどうなんだろうね。でも茨城はまあしました、レッスンちょこっと。でも私全完売してないですよ。タメ語でもよき？え、全然いいよ。私多分ね、お話し会だとタメ語だと思う。多分わかんない、タメ語じゃない人もいるかな。タメ語の、タメ語わかんないけど、タメ語率高めかもしれない。そのなんかテンションわかんないけど、お話し会もうすぐだよ。田所さん、ハートありがとうございます。しんいちさんもありがとうございます。丹部麻婆さん、プニプニハートありがとうございます。としのりさん、レインボースターありがとう、レインボースターありがとうございます。かぴちゃん、ハートありがとうございます。何の話？そう、握手会タメ語だったよね多分。私普段なんかさ、ショールームとか割と丁寧語で喋ってる気がするんですけど。そう、なんかわかんないわかんない、方言なんかわかんないですよね、うん、私何県民だっけっつって
ジップさん、おいおいさん、レインボースターありがとうございます。そうでもなんか私タメ語になると方言が出るから、そう私の方言がを満載で聞きたかったら出るか分かんない、出なかったらごめんって話だけど、でお話し会来てください。田所さん、しんいちさん、ハートありがとうございます。インテリヤクザさん、ピンクのタコさん、ありがとうございます。僕は実物イケメンやけど画面映り悪いからやだ、期待しとこう。違うか。お、ファイナル行くよ、当たったの、すごい、おめでとう。ソーダガンとか使わんね。岡山弁聞いてみたかったらお話し会に来ちゃいなよ。来ちゃいなよ。田所さん、レインボースターとハートありがとうございます。台湾よろしさんもハートありがとうございます。ひろきさん、桜の花びらありがとうございます。言うと思った、じゃあそのまんま乗せられてきちゃいな。長爪全然だよ、めっちゃ短いネイル塗らなきゃ。レミ、レミ緊張してんだよ、レミきっと。嘘、ショールームそんな出てないと思うよ多分。そんなやつやめちゃいな、ちゃいな、ちゃいな。確かにピアノやってる時は本当に毎週爪切ってたもんな。嘘、でもそんな、なんかじゃ、なんかめっちゃ出てるって言うけど、でも本当に出てない。もう私の日常会話を聞いている人からしたらもう超少ない、本当に超少ないですよ。ピアノはね習ってたけど、なんかそのあのなんかヤマハ音楽教室みたいな感じの人じゃなくて、知り合いのお友達のお母様に教えていただいてたから、あの、あ、何そのドロロ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 ロみたいな感じじゃない、じゃなくて、あのちゃんちゃんちゃんぐらいしか弾けない。いや、ほんまにほんまにほんまに普段だったらもっと喋ってんのさ。トルコ行進曲ってなんだっけ、全然初出し情報じゃないよ。いやほんまに私普段ずっと岡山弁なんですよ、ほんとに。あ、猫踏んじゃった、弾けるよ。タタタンタンタンタタタンタンタン。え、いくちゃんと、いくとえりかさんと圧倒的の1億、100,000億倍生田絵梨花さんのが上手。そう、全然、え、全然本当にショールーム方言ね、たまにしか出ない。そう、ビジネス都会人やってる今。楽譜は読めますよ、吹奏楽部でしたから。私吹奏楽もやってたしね、絶対音感、え、知らん、わかんない。なさそう、音痴だからなさそう。きのじいさん、ぷにぷにハートありがとうございます。え、違う、本当に出てないんですよ。え、本当にもう家とかだとずっとよ、ずっと。メンバー同期とかだったらなる。岡山県民は好きだよってなんて言うの、好きだよ。いや、好きじゃけーっていう人マジで聞いたことないけん、ほんとに。そう、ね、待って、大悟さんと思うは行き過ぎかも。キノちゃんはなまってないよ、キノちゃん、キノちゃん岡山の人じゃない。好きじゃんけ言う人おらんよな、本当に。あ、でもあれよ、なんか例えば告白で、あなたのことが好きじゃけとかは絶対絶対絶対
ね、絶対言わんけど、言わんけど、例えばなんかなんかさ、例えばお菓子とかで、え、うちこれめっちゃ好きなんじゃけどとかだったら、なんかこれ好きじゃけえさ、これ買いたいみたいなぐらいだったら使うけど、告白では絶対使わない。告白で使ってる人わかんない。私が告白されたことがないせいなのかな。他のみんなの告白ではさ、あなたのことが好きじゃけえ、付き合ってくださいとかさ言ってんのか知らないけどさ、そう知らんけど言ってんのかな、どうなんでしょうって言いながらリップを塗ります。プロポーズで使われたら笑っちゃうよ。とりあえず告白して、誰に告白する？お代理さんでいい？フラッシュモブで使うの田所さん、ハートありがとうございます。ジップさん、レインボースターありがとうございます。告白どんな感じですか？告白どんな感じでするん？え、わかんない。告白どんな感じでするんですか？ゆきな左利きですよ。告白わからん告白でどうするんだろう。みんなどうやって知ってるんだろう。でも私なんか告白するとこを見るのが好きあのさ、本当に告白してるところを見るのが好きですね。そう、一番楽しかった話するね。中学で時に、私その吹奏楽部でいつも仲いい一面が いたんですよ。一面のね、女子で、いたんですよ。それでその中で、ね、吹奏楽部の男の先輩が好きな女子が3人いたんですよ。でちなみにここ2人はかぶってるのさ、好きな人が、好きな先輩がかぶってて、なんか登下校、下校か、部活外の下校の時とかに先輩たちがこう固まってこう帰ってる後ろで、私らはこそこそね喋りながらこうどさくさに紛れて、ただ帰り道が一緒だから、あのついてってるみたいになってるけど、ついてってるわけじゃなくてみたいな。でまあなんかいつ告白するみたいな話してて、で先輩がなんかこう、先輩も塊でいて、こう別れる時に行けって言って信号を渡ってった先輩を、でここでこのその子が好きな先輩がここ渡って、他の人たちはこっちに行くから追いかけて、でそれで告白してところをこうやって陰で見てるっていう、それをねだから3回見ました。そうだからその友達全員分3回見たでそう、青春ですよね帰れってそう、あ結果誰も実らなかった。そう そう実らなかったけど楽しかったですね。そのなんかこの恋バナをしてる、わちゃわちゃしてる感じあ、好きじゃけーって言わんかったから全員振られたんか。なるほどな。ちょっと待って、ユッキーナないです。ユッキーナ本当にないですよ。本当にマジでね、ないからね、本当にない振られても、振られても諦めない系男子で3年は、わいいね、そういうの好きよ私。ひきなちゃんの恋バナ、ひきなちゃんの恋バナ、ひきなちゃん告白も告白されたこともない片思いはしたことあります。
これ言っていいのかな、片思いしたことあるって。でも本当にしたことない。気にし、全然あの中学の話だから気にしないでください。そりゃそうだよね、そりゃさあるよね。え、何10年目にって。誰も気にしない、よかったよかった。好きなんだ、君が好きなんだ。まあそのいたって話だけですね、片思い。内緒内緒。いつ、じゃあいつか、いつかこういう話が、ね、できるようになったら話しますね。確かにね、19で入って恋したことなかったらそれはそれでやばいかも。ガチ恋勢多いの？そうなの？イエーイ、みんなイエーイ。違う？こういうテンションじゃなくて。田所さんハートありがとうございます。まあまあ詳細はね、いつかいつかいつかお話ししましょう。いつか、イエーイ。イエーイでいいんですか。先生のことが好きで実は付き合ってたない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 。あ、でも高校生の時は世界史の先生のことが超好きでした。そう、もうあの運動会、体育祭だ、体育祭でさ先生がリレーに参加するわけですよ。でね、リレーに参加した時もうね、もう超愛したわ。先生頑張れって。そう、超ね、超ね、そう超応援してた。でもその世界史の先生結婚してたから、そう、くでも絶対さみんな推しの先生いません？ね、先生にガチ恋する人いるよね、いっぱい。丹部麻婆さん綺麗でありがとうございます。田所さんハートありがとうございます。サンタナミチさんハートありがとうございます。ケミストリユーさんレインボースターありがとうございます。先輩に手を、何それ、なんでそのシチュエーションは。キュンキュンする、キュンキュンする。ハレンチ先生、いや先生にガチ恋ってあるあるですよきっと。幼稚園の先生に、かわいいかわいいかわいい。キュン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 どうして、キュン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 どうして、チャカチャンチャカチャンチャカチャン。ジップさん、山夏さん、レインボースターありがとうございます。アンドゥさん、タコさんありがとうございます。だるまもありがとうございます。ピンクのだるまありがとう。そう、なんそう、だ、だ、なんだっけな、そう、なんかうちの担任、高校の時うちの担任はすごい他のクラスからモテてましたね。なんかすごい掃除時間に見に来る、見に来る、なんか見に来る人がいたんですよ。いたりとか、友達は体育の先生が好きだったりとか。あ、そう、好きってのガチ恋とかじゃないですけどね。そう、あ、ハレンチ先生みんな好きだよね。泉ちゃん誰だ。田所さんハートありがとうございます。そうそうそう、とだ、な、な、どこの何の教師が一番モテたんだろう。あ、数学。なんかそうかな。カツカツさん、桜の花びらありがとうございます。ね、物理の先生。
さ、うちわネタを思い出してしまった、物理の先生で。ダメだ、これを喋ってもさ、絶対この面白さがさ、いた人にしか伝わんないんだけどさ、すっごい思い出しちゃった。絶対伝わんないからね、喋らんとく。本当にね、面白いのさ、いや絶対伝わんないの、絶対伝わんない、この面白さ。で、物理の先生、大学の人も面白かったし、高校の人も面白かった。そう、本当に先生たちって面白いよね。こんばんは。ね、そうそう、その本当にうちは受け、なんで理系にしたの、なんで理系にしたかっていうと、まあ、かまちゆきなは文系科目の方が好き。いやでも国語は嫌いだな、日本語苦手なので国語は嫌いだったけど、まあ、日本史とかが好きだったんですよ。だけどなりたい職業が理系だったんですよ。そう、そのためだけの理系。あ、先生の口癖数えたことあるよ、めっちゃ付箋にめっちゃ書いた。待って、先生と付き合ってそうなキャラっぽさないから。びっくり。もう先生のモノマネさしてもさ、マジで伝わんないじゃん。もう同じ学校の先生だったらさ、もう超盛り上がるのにさ。超盛り上がる、本当に生徒会にいそう。全然いない。一回やってみ、ね、絶対伝わんないから、滑るだけだからやめとこう。こうやってみんなさやらせてさ、おもんなとか言うんだから、絶対やんない。あ、初期キャラやりたい。初期キャラになりたいかも。サンタアナミチさん、レインボーストありがとうございます。いつも滑ってるやん。え？え？誰がいつも通りやんって。こら、全然モテないって言って、モテそう、モテないって。これさ、そう、私で聞いたんだよ、マネージャーさんに。言っていいんですかって、いいんじゃないって言われたからさ、言っていいのかな。まあで、別にさ、家がバレるわけじゃないからさ、あれだけどさ、私さ、女子校出身なのでね、ないモテないんですよ。みんながさ、モテてたでしょってさ、コメントでさ、すごいさ、言ってくださるからさ、いやモテないって言ったら嘘って言うけど、女子校なんてモテないんですよ。はい、女子校出身なので。そう、でもそう、岡山女子校少ないからさ、バレちゃうんだけどさ。でも住所がバレるわけじゃないから、私の家の。そう、マネージャーさんがいいよ言ってもって言った。卒業してるし、あ、そんなバレない、うん、だからみんなもしね、住所バレても何もしないでくださいね。そう、あ、そう、日本まではバレてるんだよね。そうなの、やばい、結構やばい、ピンチ。僕も女子校です。僕も女子校なんだ。汗。ね、女子校。日本バーツは危険だよね、本当に。確かに。確かに。アメリカだと思ってた？アメリカなんですよ。アメリカなんですよ。
助走してますそう、だから私は中学生の時に男の子のことがすごい嫌いで、そう女子校に行きました。あ、今は大丈夫ですよ、嫌いじゃないです、みんな大好きですよイエーイ、ハトコピン田所さん、ハートありがとうございますショック受けないね ほんまイエイたどころさん、ハートありがとうございます。きのじいさん、バラありがとうございます。はずかピンって何、わかんない、お話全然、お話もう大丈夫、もう克服わかんない、でも本当にわかんない、なんなんですかねそう、え、じゃあゆりじゃない、ゆりじゃない、ほんとほんと、高校時代チームメイト好きなのさらけ出してた、めちゃめちゃさらけ出して、もう聞いてほしい、もう先生にも、先生がさ、こう進路面談あるじゃん、進路相談とかあるじゃん、で私大学生になったらチームメイトの握手会とかライブ行きたいんですよってずっと言ってた、本当に言ってたし、スケジュール帳もアイドルの写真で自分でコラ画像を作って、しかもスケジュール帳提出するの、先生に提出するんだけど、それもアイドルにしてたし、そうきのじいさん、プニプニハートありがとうございます。なんかやらない、なんか可愛いさ、なんか画像、お気に入りの画像をなんかやってピッピッピッって、そう、それやってたし、そう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 、でなんか体育の授業でなんかダンスでね、創作ダンスをしなきゃいけなかったんだけど、その時にもう創作なんてできないから振りコピでいいよって言われて、なんかなんだっけ、 K-POP が好きな子を率いるチーム、なんか振りをコピーができそうな人3個ぐらい分かれて、なんか K-POP 系の方たち、あとなんかジャニーズが好きなお方たちで、私がなんかアイドルが好きな方たちで、私のグループは必然的に私が振りコピーできそうな曲をやるわけですよ。だから乃木坂さんの曲を振りコピー頑張ってして、そうやってそうしたし、先生だってさ、そう山田七海さんを大里奈さんの名前覚えてるもんそうとね、それが恋と知ってしまったならってやつ、こんな自然に話せなくなる、イーガールズさん、でも私あれですよ、大学じゃない、高校1年生の時の運動会でね、ピーヒャラピーヒャラパッパパラパってやりました、当たるポンポクリンって、そう確かにそこはいいと、確かに確かに確かに、そうこれやったりとかして、そう主題歌歌ってたの、これね、でもめっちゃね、イーガールズさんもすごいねファンで、リリーベとか言ってました、今日お誕生日で味噌汁になっちゃいました、味噌汁30歳
せーので、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー Dear48 グループ最強さん、ハッピーバースデー to you、 おめでとうございます。イエーイ。みそじみそじみそじインガールズさんは、山口ののかさんが大好きで、山口ののかさんが大好きなんですよ。私山口ののかさんがね、好きすぎて、山口ののかさん好きですね。知ってますか皆さん。知らなかったら検索してください。山口ののかさん可愛いですとてもとても。山椒れいなさんも可愛いです。やっほーやっほーやっほー。あと ね、聞いた、昨日ね、私久しぶりに なんか知らんけど夕方ぐらいに E テレをつけてたんですよ。 E テレ にちゃん E テレつけてて、そしたらで、なんかつけてたけど、なんか全然、まあ見てはなかったわけですよ。なんか最近のE テレはどんなのをしてるんだろうと思って、でなんか携帯いじりながら、なんかいろいろなんか片付きしながらしてて、したら声が聞こえて、声、ある声が聞こえてきてふってこう耳、何、なんか聞いたことある声と思ってパッて見たら、なんとことこちゃんがいたんですよ。あ、すいえさん、めっちゃ好きやった、あの入江こと、あ、間違えた、相原ことこちゃんがいたんですよ。もうやっぱそうね、鈴鹿さん、鈴鹿ちゃん、そう、矢作ほのかさんがいてね、ミキホの、元ミキホのかさんだ、そうそう、もうかわいいってね、画面のとこから言っちゃってね、こうやってもうかわいかったです。天使いました、なんかそう、この顔に生まれたいと思って可愛かった、可愛かった、本当に。メズール様って何、わかんないけど、そう、イタキスの、そうそう、コトコちゃん役をしていたね。そう、あ、 CM とかも出てる。おすすめです、おすすめですって 何って感じだけど、そう、乃木坂さんのオーディション受けたことありません。金ちゃん、金ちゃんどっかで見たですよ、私金ちゃん最近どっかで見ました。あ、西野七瀬さんみたい、叩かれる、ちょっとやめてやめて、叩かれちゃって。え、なんかそう、私さ、こんなにさ自分の好きなアイドルのこと喋っててすごい楽しいんだけど、なんかみんなが私よりも、そ、私がおすすめしたアイドルさんのことを好きになってる気がしてしょうがないんですけど、気のせいですか気のせいですか。おのっちさん、桜の花びらありがとうございます。伊藤さとしさん、ネモフィラありがとうございます。絶対気のせいじゃないですよね。数名心当たりがある人いますよね、ぐさってきてる人気のせいじゃないよね、やっぱりね例えばなんかイコラブさんとかニジマスさんとか、そう、インスタライブをしてる。インスタライブってさ、どうやって見るの、インスタライブって。私は見れないの、インスタライブ。犬猫どっちが、どっちも好き。でもワンちゃん好きですよ。ノイミーさん見ました、ポニーテール
なんだっけ、ポニーテールキュルンみたいな、とあとミルテンさんのやつとか見ました？インスタン、え、鈴木ひとみさん配信してるの？私見に行っていいかな？インスタン始めたい。始めたら見に行けるってことだよね。ね、ミルテンさんのやつさ、めっちゃ中毒性強みだよね。ノエミーさんデビューおめでたいです。始めたい。マネキッチャさん、待ってよ、誰だっけ。私なんかね、一時ね、すごいあるお顔の方にね、回りまして、ちょっと待ってよ、誰だっけ。ね、あ、違う、マネキッチャさんと同じ、あれ違うか、滝口ひかりさんにね、すごい一時期ハマってました。かわいいって言って写真めっちゃ集めてました。そうとか、そうそうそう、あれ松下レオナさんってユーカリンが好きって言ってなかったっけ。そう、志田優美さんも好き、志田優美さんも好きだな私。そうそうそう、なんか、なんだっけ、ツインテール協会だっけ、なんだっけ。そうそう、かわいい子紹介、かわいい子紹介したいんです。田所さんハートありがとうございます。やばいやばいやばい、そんな似てるわけないじゃん、似てたらもう殺されちゃうよ私。でリン、なんか別にオスとかじゃなくて、可愛い子を見て、ああこんな風に可愛くなりたいって思うのが好き。そう、今ナナランドになった、そうなの。誰だろう、あと誰だろうな、誰だろうな、なんだっけなんだっけなんだっけ、あの方はめっちゃ可愛い子、名前がわかんない、めっちゃ可愛い子なんだっけめっちゃ可愛い子誰だっけな。ごめん先生さん、プニプニハートありがとうございます。なんだっけ、誰だっけ、 TikTok とかやってる人。叩かれると落ち込みますか。はいそれどこのグループ、わかんない。わかんない。わかんない、わかんない。どこのグループだ？なんかね、うさぎちゃんっぽい顔してる。ワースタさんとかあんまわかんない。え、でもじゃあ私のおすすめ、ふわふわの遠藤美優さんと平塚ひなさん、おすすめです。おすすめですっておすすめですってなんだろう、おすすめ。ワースターさん、名前はさ、グループ名は知っとんじゃけどさ、そう名前とか聞いたこととかおるんだけど、あ、坂川ひゆかちゃんかわいいよね、わかるわかる。平塚ひなさん生で見た、え、いいな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 。アイツバンさんも好きですよ。あ、は、あれです、チェオンさんが好きです。あ、徳永レミちゃん、私徳永レミちゃんね、生で会ったことあるし、写真もね、多分30枚くらい撮ったことありますよ。そう、あ、小野瑞希ちゃんもね、私ね、のね、会ったことある、会ったことあるし、そう、写真はね本当に一番多い、あ、意外と少ないのかな、多いんじゃないかな、うんいいでしょう。あ、もしかして勝ち組ですかね、多分きっと。あ、福留美津保ちゃんはね、なんかねすごいね釣ろうとしてくるんですよ、けどね
私は絶対に釣られません。でもね、可愛いです本当に勝ち組、私人生勝ち組になりました。ありがとうございます。可愛い子のさ、そばに入れて幸せです。本当にありがとうございましたTikTok とか、だから TikTok やってる人も多いもんね。わかんない。え、さあやちゃんマジで可愛い。さあやちゃん可愛い。山田七海さんはね、会ったことはあります。あ、ん？会ったことはありますよ。あのオタク時代。雪村かりんさん、あ、待って、名前知っとるで、名前知っとる、名前知っとる。顔も絶対見たことある。なんだっけ、なんだっけ、わかんない。あ、あと、あ、でも全然違う人を思い出した。なんかあのオミがフットゴルフ出てたじゃん。で、あのフットゴルフのなんかそのさ、出てる人で、出てる人で、なんだっけ、ピミックスかなの、かな、なんだっけ、名前読み方わかんないけど、のなんか美咲ちゃんって子がめっちゃ可愛くて、なんか惚れちゃった私。かまちゆきなちゃんおすすめですか。ありがとうございますめっちゃ可愛いんですよ。なんか好きになっちゃってさ。おっとおはようございます。かまちちゃんの良さはね、ちょっと私にはね、あんま分かんないですね。はい、いや可愛いなと思って見てたかまちちゃんの良さが全然わかんないから、かまちちゃんを推してくだす、推してあげてる人は本当になんか神だなって思ってます。うん、あ、そう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 、あ、あ、待って、その名前の方知ってる。長男舞さん、なんで知ってんだ。絶対なんかで知った。長男、あ、リアルで見た、リアルでなんか出会った、喋ってないけど、長男さんっていうの、長男さんじゃなくて東京で見かけて、そう、かまちさんのお話の会の追加、え、ぜひ待ってます。私はね、その時に知らなかったんです、存じてなかったんですけど、そうそう、みえこがあの人なんて言って、そう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 、それでへーって私調べて、かわいいねってそう、プライベートでそう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 ね、詳しいけん、そうそうそうかわいいと思って、かわいかった。ね、めっちゃ可愛いよね、めっちゃ可愛い。あ、 TikTok ね、ね、みんなさ、なんかさ、 TikTok ってさ、なんかなんていうの、自分がさ、なんか好きなさ、あのなんか系統のばっかり流れてくるようになるじゃないですか。みんな何出てくるの
みんな何出てくるんですか。田所さんハートありがとうございます。お笑い系な、ときめき宣伝みたいな今流行ってるでしょ。好き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 みたいなやつ。20、そうそう、なんかどんどん自分がなんかよく見てるやつがさ、なんかさ、よく見てるやつが出てくるんだけど、たまにさ、なんか全然特に興味がないやつがさ流れてきて、興味がないからほっといたまま、なんか例えばちょっとさ飲み物取りに行こうとか思ったら、 TikTok15 秒くらいやったらさ永遠に再生されるじゃん。だからそれが私好きなんかと思えた、それ関連がずっと流れてくることありません？わかんないかなこれ。本当にさ、いやいや、それ興味ないんやけどとか思ってさ、そう、瞳綺麗やな、ありがとうございます。黒目クロクロしてます。田所さんハートありがとうございます。なんかね、なんか私はね、なんだっけ、何、なんかね、あの、なんだっけ、なんかちょっとグロめなのが出てくる。なんかグロいのかな、なんか皮膚とかが出てきちゃう。あ、その保育園の先生のやつなんか聞いたことあるよ。で、多分なんか嫌いな人は嫌い、なんか皮膚とかのやつ。田所さんハートありがとうございます。解剖、でも解剖動画とか好きかも。え、なんかこれ言うとだいぶ引いちゃうかもしれないけど、なんか一時期 YouTube とかでなんかそういう、なんかあのあるじゃないですか、美容外科とかでさ、あの皮膚をさ切除する、脂肪切除とかさ、そういうのを見るのがハマってる時期がありまして、昔大学1年生ぐらいの時かな。そうそう、あ、自分の足にもこれがあるんだと思って。Google さんも関係してるのかな。そう切除中、そうそうそう、そういうのをね見てしまいますね。僕は東京の大学生。あ、なんかさ買い物するやつでしょ。カウンセリング、あ、一回ね夏に行ったんですよ、なんか肌をきれいにしたくて。初めてカウンセリング行ったら、なんか余計ななんかお金を取られ、なんか取られそうな雰囲気が漂ってたから帰った。なんか肌のなんかレーザーとかやってみたいって思ったんですけど、なんか看護師さんと医者さんの言ってる、なんか何回受ける必要がありますよみたいな言ってることが全然違って、ここはちょっとやめとこうと思って帰りました。そうカウンセリング受けて帰った。徳川家康さん可愛いよね、わかるわかる。あ、なんだっけ、女子高生さん、そういい判断でしょ。そうやっぱ可愛くなりたいんですよね。そう、逃走中ほどじゃないですよ、逃走中だってできないもん、逃走中怖いから。逃走中タムマーボーさんプニプニハートありがとうございます。逃走中、可愛いアイドルちゃんの話もう永遠喋れるよ。もうなんか新しい人も教えてほしい。
何々ちゃんってこう知ってる、え知らない、検索するね今からって言って検索して、え可愛いっていう会話をもうずっとみんなとしたい。え私もねおすすめの子いるんだけど、何々ちゃんって知ってるとか言って、知らえもう検索今すぐしてみとか言って、そうやりたい、もうこの会話をなんか永遠続けたい。でもこのね会話に乗ってくれる友達がいないの私。そうあー確かに可愛いくらいしか言ってくれる友達いないからさ、そう本当にどうなんかそういう友達が欲しいです。でも私これ言いました、なんかあ可愛いけど私の好みのタイプではないみたいな話はします私も。そうきのちゃん、きのちゃんはね聞いてはくれけど乗ってはくれないかな。そうほんとにアイドル知らないことになって、そうなの、いやもう言っちゃったっていいだろ。あそれなんで私が言おうとした人、その人新谷真由さん、その人のこと言おうとしたの。あ大和絵菜さんも可愛い、あのあれねなんだっけ新しいあれシンデレラ宣言のね、そう研究室の同期の人じゃ何が好きなんだろう、わかんない何が好きなんだろうな、何が好きなんだろう。あでも研究室一緒の子に一人なんか可愛い女の子が好きなお友達がいて、佐藤ノアさんがその子が好きで、めっちゃ佐藤ノアさんの話でね盛り上がってて、そう STU さんを2期生の方だ、高尾さやかさん、いいねなんかおたかついいね。ラミティさんレインボースターありがとうございます。今日私のさルームってさ、これアイドルのルームで合ってますかね、一応さアイドルなんですけどさ合ってますか、大丈夫ですか。あ大丈夫かな、あ大丈夫そうこの配信。あなた次第。愛です。ね。親近感。じゃもうちょっとさ、あなんかアイドルらしい配信 したいね。アイドルらしい配信がしたい。もうちょどうしたらアイドルらしい配信になるかな。ちょっと福留をみんな、福留は無理だね、福留には私はなれない、福留にはなれんぞ。うーん深井もうちょっとアンドルアイドルしときたいじゃないですか。そうそうそう、わーってもうちょっと顔面と髪の毛の調子がいい時にやりますね。カラオケ配信、オンチだオンチ、え舞台来てくれた人さ、カマチユキのアイドルしてましたか、踊る、何を踊る、47の素敵なあの街、歌を歌いながら会いに行こう、してた、本当本当よかったアイドルしてた、本当よかった、アイドルでよかった、アイドルできててみたいでよかったです。
ネバーサマーさん、ダルマありがとうございます、ありがとうございます。でも私本当にお願い、申し訳ないけどこれ以上はね口開かないから、それだけはねご了承ください。そう、アイドルっぽかった、よかった、よかった、よかった。田所さん、ハートありがとうございます。フミティさん、レインボースターありがとうございます。ね、口口大きくする手術とかあるかな。ゆういちろうさん、綺麗でありがとうございます。田所さん、ハートありがとうございます。ね、2階に手振ってた、手振ってた。いやね、私はね顎が小さいんだと思います。顎と口小さいですかね、わかんない。でも口をね、私本当に一時期本当に私口小さいんだと思って、開かないと思って、ね、これ笑えないと思って、そう高須先生お願いしできないかなとか考えたこともありましたね。ズッキーナポーズ、何これ、ズッキーナです。これすごいさ、ポーズダサいよね改めて。1回にも手振ったで、手振った、手振った、ちゃんと。あ、1回の人たちはいっぱいね目を合わせてたつもりなの、つもりな、とかいっぱい目を合わせに行ってて、なんか目を合わせてくれないかなってそう思ってて、さあ、え、待って、なぎれみひゅーってこのポーズなの？そうなの？知らなかったんだけど。ゆきな太ってはないです。え、でもなんかね、配信の日ってどこにカメラあるか知らなくて、そう。あ、そうだね、ドボンのランキング読みしなきゃね。でもあれだよ、あのちゃんとあの海と向かい合わせだから。でもね、このね問題発生したの、あの予行演習ではズッキーナポーズ上手にできてたんだけど、本番ねヒールだったからちょっとバランスが取れるの難しかった。どこにカメラあったんだろう、分かんなかった。カメラある場所知りたかった。口めっちゃ乾燥する。タンベマンボンさん、プニプニハートありがとうございます。名前ミスった、そうなの？ドボンの俺配信毎月やってますよ、後ろに。あ、そうなんだ。ゆういちろうさん、くまちゃんありがとうございます。ドボン明日からやります。私やっと片付けてきたので、今日何時まで配信しよう。おみずきポーズしてたの、モップ掃除するとき。え、ちょちょちょ、ちゃんとねこの時もねモップ出て、おみがこれ言ってこれ言おうよね、おみがなかなか言ってくれなくて、おー美しい。たくまさん、桜の花びらありがとうございます。でもなんかなんだろう、ドボンはなんかね楽しくしたい。え、見てない、見てない、何お水着ポーズって。でスプラトゥーンってさ、なんかお兄ちゃんの、なんかお兄ちゃんがスプラトゥーンやってやったこ、なんかちょっとやらせてって言ってやったことあるんだけど、あれめっちゃ難しいね。でもなんか私それこそ大学なんか春休みだったから予選は、けど学校始まっちゃったから
なんかそのボーナスタイムとかにするのとかいろいろ難しくなってきたかもしれないから、できる合間にやりたいと思います。なんで自分で選んだんだよあれ。そう、ランカーってなん？ランカー、わかんない、あれってなんなんだろうね。難しかった、めっちゃ昔やったけど。ポーチさん、プニプニハートありがとうございます。そう、ペンキ屋の子やったもんね。ランキングに入ってることランカーっていう。へえ。なんか衣装さんと相談しながらと選んでて、そう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 。ランカー。へえ。なるほど。こんばんは。じゃあ今日何分で終わる？もうそろそろ終わる？1時間半だもんね。1時間半で終わろうか。え、でもそう、なんかオミの雰囲気とギャップを狙った。ギャップ。そう、バンギャって何？バンギャって何？バンギャ、バンバン、チュキチュキバンバン。なんだっけ？バンバンバン。待って、すごい久しぶりの曲を歌ってしまった。ハイタッチ、待って、検索してない。バンギャ、バンドギャル、ふえ、確かにぽいかも。バンドギャル、あ、バンドギャルね。ザトーク、私はなんかカフェラテ系女子になりたいので、バンドなら何したい？え、ドラム、絶対ドラム、もう絶対ドラムやりたいです。私ドラムやりたい。ドラムにやりたい、めちゃめちゃドラムやりたい。ゆういちろうさん、たこさん、ありがとうございます。え、だってドラム以外、ドラムが一番でしょ。え、ドラムできる人ね、いいですよね。ドラム、いい、ドラム話が、確かに。伊藤さとしさん、プニプニハート、ありがとうございます。チュンチュンさん、ピンクのだるま、ありがとうございます。え、ベース、え、いや、ドラムがいい。お、ノリで申し込んじゃえ、ノリで申し込みしちゃえ、いいじゃん。ハッピーじゃん。ドゥルルルテン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 。こんななかったっけ。ノリで入籍してみたらええやん、ノリで申し込みしてみたらええやん。ゆういちろうさん、プニプニハート、ありがとうございます。きのじいさん、バラ、ありがとうございます。え、ドラムはね、8ビートが たたきますよ。カスタネットってさ、結構難しいんだよ。これカッタルタルラブじゃない、やらなきゃいけないんだから。
そう、お話し会申し込み中です。ティンパニ、やっぱティンパニといえばやっぱりね、あの最初のティンパニのね、この迫力のあるとこも好きですからね。ドラムやったことない、なんか部活で遊びでやってたぐらい。伊藤さとしさん、ピンクのだるまありがとうございます。婚姻届け役所に届けよう。え、踊ってみたいな、踊ってみたい。追加購入可能、可能なんやない、可能、きっと可能。多分私今全部申し込みできるようになってるんじゃないですか、どうなんでしょうか。パーカッション、今日から、今日からなんかね、再販1時と再販2時みたいなのがあるんですよね多分。踊れるの、踊れない私、私ね、あれが踊りたい。タラララタタ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 。これめっちゃカラオケで歌う私。なんだっけ、名前忘れちゃった。シシャモさんのなんと夏、なんとか夏。今日から明日の1時までだそうです。です、明日も、明日も、明日もじゃん、君と立つフェス、君と立つフェス、カラオケで 100% 歌ってる私多分。カラオケでね絶対歌ってますよ。月火水木働いた、忘れんでよ昼休み。茨城ツアーは明日の10時までです、だそうです。来た方がいいかと思います皆さん。曲名ね、曲名いつも忘れと。ふみてぃさん、レインボースターありがとうございます。30日3枚しかないけど、ええか、ええけど、もっと喋ったら、めっちゃ噛んだ、喋りたい。お、神奈川当たった、お強い、すごいすごい、楽しみだね。ダイナマイト歌うの、ちゃん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 、わかんない、踊ったことない。あれだよ、雪、雪でみひゅーだよ多分。かね、踊ってる人を見たこと、踊ったことない。わかんない、違ったっけ。タン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 、わかんない。合ってるかな。田所さん、ハートありがとうございます。お、じゃあ35分になるからそろそろランキングを読みたいと思います。パプリカも踊るよカラオケで。あ、今度ね、昨日、今日ね、きのちゃんに会ってね、きのちゃんとねカラオケ行こうってね言ったらね、いいよって言ってくれたんですよ。29日も待ってますよ。あの待ってますよ。そう、そう、カラオケンコーンって、いいよんって。キノちゃん独り占めはね、キノちゃん私独り占めできないから。きのちゃんはね、あいみょんとかね、バンドとか歌ってます。よし、じゃあランキング読みます。いきます。13位きのじいさん、ありがとうございます。12位かっこささん、ありがとうございます。11位ふみてぃさんとかまち研究室、ありがとうございます。今変わっちゃった。13位ちゅんちゅんさん、ありがとうございます。12位若潮さんとドボンの、待って、くしゃみです。ドボンの投票は温存でいい、 OK、 ありがとうございます。
11位ケンさんアットのびのびもぐもぐロングロングありがとうございます。10位キラリンビームさんありがとうございます。9位ごめん先生さんアットお話し会楽しみだ、私も楽しみ、ありがとうございます。8位しっぽさんアット YKN ゆきなちゃんにお支援完了しました、ありがとうございます。7位ケミストリーユーさんアットキュンです、ありがとうございます。6位サンタナミチさんアット告白します、好きじゃけーそんな人おらんけーありがとうございます。5位鳥海浩二さんアット5月の3つのコンサート全楽、生きる希望を失いそう、でも全楽の人本当に多そう、大丈夫だ、なんとなんとかん、なんかな、なんかあるいいことが根拠ない、ありがとうございます。4位きのじいさんアットアットきのちゃん、きのちゃん1号には負けないよありがとうございます。3位インテリヤクザさんあとただいま絶賛おしめ迷子中草草、ありがとうございます。2位田所さんありがとうございます。1位ゆういちろうさんあと自慢のしょだいなさんあとゆあっとじゃないゆっきーなのね、やったありがとうございます、イエーイありがとうございました。皆さん今日も長々と、明日はね配信はできなさそうですかね、でワンチャンできますかね、微妙ですかね、明日は微妙かもしれません、まあできそうだったらします。ということでバイバーイ、おやすみなさーい、バイバーイ。